枯れた木。兵さんは一人者で手作りの小屋に住んでいる。古い材木の柱を四本立て、周りに古板を打ち付け、屋根も古板の上へ古トタンを張ったものだ。出入り口は開き戸だが、体をかがめなければならないほど小さく、南側に1メートル四方ばかりの窓が一つ、それも手作りで曇りガラスがはめてあった。人の住んでいる家は生きているように見えるものだ。住んでいる人によっては、その家が性格を備えているように見える場合さえ少なくない。兵さんの小屋は兵さんの手作りだから、最も単純に彼の性格を表しているはずである。そのはずであるのに、小屋は全く無性格で、いささかの特徴もなく、古材木と古板を寄せ集めた小屋という以外には、何らの意味も風情も感じられなかった。こういう町の住人たちは、その貧しい住まいのどこかを何かの形で飾ろうとする。吊り忍を吊るとか、欠けた鉢で朝顔を育てるとか、軒先のわずかな地面に草花を植えるとか、または朽ちかかったような自分の住まいの柱や敷居を拭き磨きしたり、はめ板や戸袋を飽きずに水洗いするとか、その人その人の美的感覚と交渉によって、それらから謙遜な慰安とくつろぎを得ているようであった。兵さんはそんなことはしなかった。そこはどの長屋からも離れていて、周りは不毛の空き地であり、地面は砕けた瓦や瀬戸物やコークス柄などで覆われているため、草も満足には生えないし、兵さんの足でできた踏みつけ道が、道とも言えないほどかすかにその空き地を横切っているだけであった。小屋の窓の外に一本、高さ1メートルばかりの細い枯れ木が立っているが、枯れてから幾とせも立つのだろう。今では何の木であるかもわからなかった。兵さんの小屋とその周囲には生命というものが感じられなかった。そこに見られるのは人に顧みられなくなった荒廃ではなく、不毛と枯死そのもののようであった。兵さんは誰とも付き合わず、日常の挨拶もほとんどしなかった。本当の名も年もわからない。見たところ50歳から60歳の間らしいが、時によると70近い老人のように力なくやつれて見えることもあった。体は小柄で痩せているけれども、筋肉は引き締まって、日に焼けた皮膚にも艶があり、いかにも健康そうだし、眉の濃い細面の顔もよく見るとなかなか品があった。若い頃はきっといい男ぶりだったろうね、とかみさんたちは言い合った。今だって捨てたもんじゃないだろう。こないだ誰かさんが夜中に這い込んでたっていうじゃないか。生唾の出るような話じゃないの。誰かさんって誰よ。よしなよ、吉さん、言い出しっぺってことを知らないの。言い出しっぺと言われたかみさんはふんと鼻を鳴らし、それから澄ました顔で続けた。誰かさんは誰かさんさ、こう言えばご本人にはわかるだろう。自分たちで思い当たらないんなら他人のことで気をもむんじゃないよ。それはいいけどさ、肝心なことはうまくいったのかい。本当か嘘かわからないけれどもね、兵さんは小屋の中でろうそくを飛ばして座ってたって。目が落ちくぼみ、頬がこけて、乏しいろうそくの火が揺れるとその顔が骸骨のように見えた。そうして入っていった女を見た彼は低い
しゃがれ声で、お嬢か、と言った。それは墓の下からでも聞こえてくるような声で、女は骨の凍るほど宗家立ち、そのまま夢中で外へ飛び出したという。嘘か本当か知らないけどね、その道にかけちゃ腕っこきの誰かさんだし、狙ってものにしなかった試しのない人だから、案外その通りかもしれないよ。お嬢って誰だろう？この長屋うちのどこかにいるかもしれないね。それとも別れたか死んだかした元のおかみさんかもしれないしね。こういう噂話が兵さんの耳に届いたかどうかはわからない。彼は石のように無口で、そっけなく頑固に自分の孤独を守っていた。兵さんの商売はマットレスを作って売ることだった。廃品回収業者の建て場からボロ布を買ってくる。小屋の外にレンガと石で組んだ即席かまどがあり、煮炊きをするようになっているが、そこに石油缶をかけ、買ってきたボロ布を入れて煮る。油や汚れを落とすのだろう。煮上げたボロは火に干した上、2センチ幅くらいに裂き、それを酔って自分で工作したらしい原始的な織り機にかけ、丹念にマットレスを編み上げる。風呂場の足拭きとか、火鉢の下敷きくらいのようにしかならないのだろうが、丹念にしっかりと編み上げるから、兵さんの品は好評で、かなり得意も多いようであった。兵さんは無口で、近所付き合いもせず、日常の挨拶もしないことはすでに記した。もっともそれまでに一人だけ、時たま訪ねる知人があった。ボス猫の虎の飼い主である半助がその相手だが、訪ねて行ってもあまり話はしなかった。半助は臆病で気の弱そうな、絶えず人に殴られるのを恐れているような男であり、これまた人嫌いで、飼い猫の虎にだけは物を言うけれども、人間とは口を聞きたがらない性分だったから、兵さんと二人では話の弾みようがないのだ。兵さんが訪ねて行って半日くらい座っていても、話し声はほとんど聞こえない。時たまどちらかが、今日は天気がいいな、と言えば、うん、よく晴れたな、と片方が答える。かなり時間が経ち、もう忘れた頃になって、世間の景気は相変わらずだな、と片方が言えば、相変わらずだ、と一方が答え、それっきり声は途絶えるという風であった。そのうちに、その半助もいなくなった。半助は人に連れ去られたのである。連れ去ったのは、刑事だとも言うし、半助がイカサマ祭を作っていたため、プロの賭博者たちがさらっていったのだとも言われた。どちらにもせよ、兵さんはたった一人の友達とも言えないだろうが、ともかくただ一人の知人を失い、また自分一人の暮らしに戻った。朝早く兵さんは小屋から出ると、手ぬぐいを入れた洗面器とフルバケツを持って水道端へ行き、顔を洗い、バケツに水を汲んで帰ると、次にみかん箱の一つから米、他の一つから麦を明かり出して、ニュームの鍋へ入れ、もう一つのバケツと一緒に持って水道端へ行く。米を研ぎ、水を汲んで小屋へ戻り、飯を炊きにかかる。この町の住人はその日稼ぎが多いので、皆朝は早いから、水道端には大抵人が来ていて、中には兵さんに呼びかける者もあるが、彼は生返事をするばかりで相手にならない。いつか気の荒い男が怒って、挨拶ぐらいしろ、と怒鳴りつけた。
兵さんは静かに向き直ってその男の目を見つめた。男は突っかかってゆく気だったらしく、拳を握って前へ一歩出たが、兵さんの動かない目と仮面のように無表情な顔を見て後ろへ下がり、そっぽを向きざま何か捨て台詞を言い、急いでその場を去っていった。気味が悪いのなんのってと後でその男が言った。あいつの目は生きた人間の目じゃねえぜ。ありゃおめえ死んだん人の目だ。俺はかけてもいいが、あいつの体に流れてる血は氷みてえに冷てえぜ、きっと。兵さんは三度の飯に漬物と味噌しか食べない。味噌は買うが漬物は自分で漬ける。しかも醤油だる5つにそれぞれ違ったものを違った方法で漬け、年中絶やすことがなかった。ボロ布を買いに出かけるときは大きな麻の袋を持って行く。そして小屋の窓は中から、開き戸は外からと鍵をかける。この町で戸締まりをする家は他に2軒しかないし、その2軒は戸締まりをするために何か後ろ暗いことをしているのだろうとそしられ、幾度か家の中を荒らされたものだ。進めて言えば、ここの住人たちにとって家に戸締まりをしなければならないようなものを持っているということは特技に反するからである。兵さんの小屋も幾度か襲われたが、開き戸も窓も開かなかった。どういう工夫がしてあるものか、いろいろと攻撃したようだが一度も成功しなかった。もとよりいたずら半分の仕事なので、小屋を打ち壊すほどの乱暴はしなかったし、やがて兵さんが大切にしているのは5個の漬物だるだということが分かってからは、もう誰も関心を持つ者はいなくなった。兵さんはこれらのことを知っていたであろうか、それとも全く感づきもしなかったろうか。いずれにせよ彼の様子は少しも変わらなかった。彼はいつも動いていた。働いているというのではなく動いているという感じであった。大きな麻袋を背負って帰ると、中のボロ布を出して寄り分け、即席釜に火を焚いて、石油缶の湯を沸かし粉シャボンを混ぜて寄り分けたボロ布を入れ、木の枝でかき回しながら煮る。よそ見をすることもなし、鼻歌とか独り言をつぶやくこともない。必要に応じて体や手足が動作するだけで、意志の働きとか感情の現れというようなものは少しも見られなかった。小屋の南側に2本の杉丸太を立て、朝縄を三段に張った干し場がある。兵さんは煮上げたボロ布を水道端で水洗いすると、その干し場へかけてボロ布を干す。顔は無表情であり、目も2つの穴のようにうつろだった。干したボロ布を1枚ずつ手で広げながら、その目はボロ布をも朝縄をも見てはいないようだ。空洞が何も見ていないように、兵さんの目はいつも何も見ていないように感じられた。兵さんのマットレスは評判がいいんだって。上得意があって注文が間に合わないんだってさ。かみさんたちのおしゃべりパーティーではたびたびそんな噂が出た。よっぽど溜め込んでるんだよきっと。何のためだかさ、人に身で身寄りもなさそうなのに貯めたってどうしようもないじゃないか。何が楽しみで生きてるんだろう。映画を見に行くじゃなし、ラジオを買うじゃなし、それでも隠れてパンスケにでも入れ上げてるのかしら。この長屋うちにはいつでも御用を足したがってる者が山といるのにさ。ある年の11月、50絡みと見える一人の女が小さな風呂敷包みを抱えて兵さんの小屋へ現れた。女はほっそりと小柄で、顔もちまちまとしていた。肌は白く、髪の毛や眉は真っ黒で濃く、つまんだような小さな唇はしっとりと赤かった。年は50絡みらしいが、全体の感じはずっと若々しく、いくらか生めいてさえ見えた。兵さんが留守だったので、女は小屋の外で待っていた。彼女は小屋の周囲を回ってみたり、閉めた窓の外に立っている枯れた木を眺め、その枝に触ってみたりした上、羽板に背をもたれ、しゃがんでそっと目をつむった。ここはどの長屋からも離れているから、口うるさい人の目につく心配はなかった。野良犬が2度ばかり通りかかったが、彼女を見ただけで何の関心も示さずに去っていった。2時間ほど待ったとき、兵さんが帰ってきた。ぼんやりしていたらしい女は、小屋の戸を開ける物音を聞きつけるなり、急に息の止まったような顔で立ち上がった。白い綺麗な女の顔がさっとこわばり、それがハケで塗るように赤くなった。
一度止まった呼吸が次第に荒くなって、小さな包みを抱えた手に力が入った。女が開き戸を開けると、兵さんはこちらへ背を向けてフルガイトを脱いでいた。女は開き戸を閉めてから、私ですとつぶやくように言った。兵さんは街灯の片袖を脱ぎかけたまま振り返った。女は包みを胸に押し付け、それで身を守ろうとでもするような格好でお辞儀をした。女を見る兵さんの目が動かなくなり、女の表情が変わった。色の白いちんまりとした顔から静かに赤みが消えてゆき、若々しく生めいて見えたのが冷たく乾いて、見る間にしぼみ上がるように感じられた。兵さんは何も言わず、向き直って街灯を脱ぎ、くたびれた茶色のピケ帽を脱いで、板の前へ上がった。女はそっと土間の中を見回した。洗面器や粉シャボンの缶や、何かの瓶の並んだ台の下にバケツが二つあり、その台の反対側に低く棚がつってあって、そこには食器を入れたカゴや安全カミソリやシャボンの箱などがきちんと置かれてい、下の段にはみかん箱が三つと乳母の鍋などがあった。女は包みを板の間の端に置き、その中からしごきを出してたすきにかけると、二つのバケツを調べ、空になっている一つを下げて小屋の外へ出て行った。そして女はそのまま小屋に居ついた。兵さんは女に口も聞かず、目を向けようともしなかった。それは女の存在を無視するというのではなく、彼女が来たことも同じ小屋にいることも全然現実ではないかのようであった。女は水を汲み、飯ごしらえをし、掃除も洗濯もし、買い物もした。兵さんは彼女の炊いた飯を食べるし、洗濯してくれたものを着、述べてくれたヤグで寝た。これらはいつものただ動いているという感じのもので、飯を食べる時でさえ、飯を食べるという意識なしに箸を使い物を噛み、それを飲み込んでいるという動作があるだけのようであった。兵さんの生活は少しも変わらなかった。ボロ布を買いに行き、それを石油缶で煮て干し、裂いてマットレスを編む。女がそばから手伝おうとすれば、黙って女のしたいようにさせる。その品が好評なのは、兵さんの丹念な仕事ぶりにあるので、それには彼が情熱をつぎ込み、他の者には手も触れさせないだろうと、一応誰でも考えるところであるが、兵さんにはそんな気持ちはないようで、女が手を出せばそれを女に任せ、自分は次の仕事にかかるのであった。幾枚か編み上がると、兵さんはそれを包んで売りに出かける。後に残った女は休もうともせず、小屋の中を片付けたり、小屋の周囲をきれいに掃いたり、地面に散らばっている瓦や瀬戸物のかけらを拾って捨てに行ったりした。女が兵さんの小屋に居ついたことはすぐ近所の人たちに見つけられた。はじめ水道端で見かけた時は新しく移ってきた人だと思い、こんなところに住むような人柄ではないとか、かわいい顔をしているとか、小さくて軽そうなあの体つきを見ると女の私でも抱いてあやしてやりたくなるなどと神さんたちは言い合った。しかしそれは二日ばかりのことで、すぐに事実がわかると神さんたちの評は逆転した。驚いたね。押しかけ女房だってさ、いい年をしてなんてこったろ。兵さんも兵さんだ。あんなおばあちゃんに入れ上げてたとは思わなかったよ。あの顔つきを見な。あの体つきを見な。とある神さんは言った。私の昔よく知ってた人にああいう風な人がいたけれどさ、あれは人並み外れて色深い性分だよ。きっと50になっても60になっても
体は色盛りでちっとも衰えないっていう口さ、よく見てみればわかるよ。それだもんであんた抱いてあやしてやりたいなんて言ったんだね。いやらしい。へえ、いやらしいってと、その神さんは反問した。お前さん知ってるのかい。意味は違うが、彼らは知らないのだ。兵さんの小屋では神さんたちの想像するようなことは何も起こらなかった。晩飯が済むと、兵さんは少し食休みをした後、およそ10時頃までマットレスを編む。必要があるからではなく、時間つぶしのようで仕事はあまりはかどらない。ろうそくの火で目が疲れ、涙が出てくるようになると織り機を片付けて寝る。女は後始末をし、兵さんの脇で薄い布団一枚にくるまって横になる。無論ろうそくは消してしまうから、月夜でない限り小屋の中は真っ暗になる。兵さんは時々寝返りを打つが、いびきをかくようなこともめったにない。そしてやがて女がすすり泣きを始めるのだ。草原を風が吹き渡るようなひそかな声ですすり泣き、喉に何か詰まってでもいるようなかすかなささやき声で途切れ途切れに話し出すのであった。店の方はうまくいってます、向こうがよく働いてくれますから、とある夜は言った。よくできた向こうで、私にもよくしてくれます。今でもあなたの話が出るとうちへ来てもらおうって言うんです。私どうしたらいいの、とある夜は言った。家付き娘に生まれてわがままいっぱいに育ったから、罪なことも罪だとは知らなかったんです。特別に好きだからあの人とそうなったんでもなし、産んだのがあの人の子だということも自分ではよくわからなかったんです。それだけは信じてもらいたいんです。兵さんは身動きもしなかった。あなたがこんなになってしまってもう25年以上にもなるのに、私はどうしたらいいんでしょう。またあるよ、彼女は細く突き詰めた声で訴えた。あなたも苦しい思いをしたでしょうけれども、私も随分辛い思いのしどしでした。亡くなった母はあなたに申し訳がないって、死ぬまで私を許してくれなかったし、母が亡くなった後は自分で自分を責めたり憎んだりしてきたんです。これらの言葉は幾十度となく繰り返して覚えたセリフのように順序よくスラスラと語られるのであった。苦しいとか辛いとか、死ぬまで許されなかったとか、自分を憎んだなどという強い意味のある言葉があまりによどみなく語られるため、その強い意味を失ってしらじらと平凡な感じしか与えないようであった。人殺しのような重い罪を犯したものでも、事情によって苦役が終われば許してもらえるって言うじゃありませんか。ある世はそう言った。もしもこうすればあなたの気が済むということがあったら、そう言ってください。私どんなことでもしますから。兵さんは何を言われても答えなかった。女の嘆きや訴えを無視するのではなく、その声が全く聞こえないかのように、それはちょうどしきりに吹く風の中にあって、石がその風といささかの関わりもないのと似ているようでもあった。女は兵さんの小屋に12日いたが、12日目の夕方に去った。その日マットレスを売りに出た兵さんが帰ってくると、女は小さな風呂敷包みを膝の上に乗せ、小屋の中で板の間の端に腰をかけていた。冬の日の午後4時過ぎ、戸外も黄昏れているし、小屋の中はもっと暗く、肩をすぼめた女の小柄な姿はその深い暗がりの中で今にも消えてしまいそうに見えた。兵さんはいつもの通り街灯を脱ぎ、ピケ棒を脱いで女の脇から板の前へ上がった。女はうなだれたまま土間の土を見ていた。ちまちまとした顔は白っぽく乾いて縮んだように見え、膝の上にある両手も
灰色にしわだって指先は力なく垂れていた。彼女は何かを待っているのだろうか。後ろでは兵さんの動き回る物音がしている。今になってもまだ兵さんが何か言ってくれるだろうと期待しているのであろうか。そうではないらしい。女はやがて右手を上げて髪に触り、細い力のないため息をついた。どうしてもダメなんですかと女は言った。声はささやくように低く、そして喉に絡まってかすれた。勘弁してはもらえないんですか。兵さんは土間へ降り、棚にある乳具の鍋を開けてみた。それは空であった。女は飯を炊かなかったのだ。空っぽの鍋を見た兵さんはすぐに米と麦を測り始めた。女が今日に限って飯を炊かなかったということにも気づかず、これまでずっと自分でしてきたことを今も変わらずにやっているんだというふうな極めて自然な慣れきった手順で、二つのみかん箱から米と麦を定量ずつ測って鍋へ入れ、それを持って彼は小屋から出て行った。女は兵さんを見なかった。兵さんが水道端へ半分くらい行ったと思われる自分、膝の上の小さな包みを持って疲れ果てた人のように立ち上がり、小屋の中をぐるっと眺め回した。すっかり神経をすり減らして感情の動かなくなったような目つきであった。女は不決断に小屋を出、開き戸を閉めた。空にはわずかに残照を映した雲があり、それが地上の暗さを際立てていた。女は小屋を回って窓の外に立っている枯れ木のところへ行った。そして片手でその木の枝に触り、口の中でそっとつぶやいた。そうよ、きっとこれはグミの木だったのよ。グミの木は枯れてもグミの木だというのではなくて、枯れてしまえばもう何の木でもないというような儚げな口ぶりであった。そうして女は身を縮めるようにして去っていった。水道端にはかみさんたちが三人いて、兵さんが来たのを見るとみんな急に口をつぐんだ。兵さんは黙って鍋の中の米を洗った。水を三度取り替えながら米と麦を手で揉むように洗い、それから水加減をすると黙ったままそこを去った。どうしたんだろう。かみさんの一人が兵さんの遠ざかるのを待って言った。珍しいじゃないか、自分で米研ぎに来るなんて。あの女の人病気にでもなったのかね。そうかもしれないね、と他の一人が言った。ケンちゃんと誰かさんの話じゃ毎晩のようにあの女の泣き声が聞こえてたって言うからね。またケンちゃんか。あの人の聞きに行くのも悪い病さ。あんたも聞かれた組かい。昔のあたりさ、もうこの年になっちゃそんな性はありゃしないよ。兵さんの小屋の外で即席かまどに火が燃え出した。夕闇の中に青白い煙が広がって、間もなく赤い炎が鍋の底をなめながらゆっくりと周囲に明るみを広げ、そこにしゃがんでいる兵さんの半面を浮き彫りにした。兵さんの顔は固く無表情で、瞳孔の散大したような目は何を見るともなく前方に広がる暗い空間を見守っていた。かまどの火が揺れると兵さんの顔もゆらゆら動くように見えるが、その表情は少しも変わらなかった。風が少し強くなり、かまどの焚き火がいぶり出した。兵さんは焚き火の具合を直し、煙にむせながら二三本の木切れを取って火の中へ加えた。第8章、枯れた木読み切り。